次へ139月18日から1999年7月27日は、日本の海軍軍人及び海上自衛官。海軍兵学校卒業。第5代海上幕僚長。第2代統合幕僚会議議長。愛知県出身。旧制圧田中学を経て、海軍兵学校に入校。太平洋戦争中は、海軍大臣秘書官。 南西方面艦隊参謀などを経て、終戦時は、特殊戦航艇、海流36隻、人間魚雷、海天六隻、信用100隻を要する横須賀鎮守府第1、特攻戦隊第11突撃隊副長。戦後は、北海道で落農に従事するが、1953年10月に、海上自衛隊の前身である、警備隊に入隊。 1963年7月、第二次防衛力整備計画実施期間中に、海上幕僚長となり、第三次防衛力整備計画策定作業に参画した。その後、海上自衛隊から初の統合幕僚会議議長に就任。議長在任中の1964年12月11日に、原子力潜水艦保有論を主張し、翌日、日本社会党が、 中央執行委員会を開き、原子力基本法違反に当たるとして、杉江の免職を要求する事態となった。AB、20世紀日本人明治天1338ページ、月13、昭和12年12月1日海軍、事例広報号外第99号アジア、歴史資料センターレフ、c 1 3 0億7207万2800、 昭和12年12月15日会、ありがとうございます。